ちゃ。こんにちは。ゆうたかさん、はい、開幕してすぐにちょっと大型トレード、まあ大型なのかね。いやでも楽天側の選手大型じゃないですか。まあ楽天はもう使い道がないからね。あ、もうだから言ったじゃん、うん、前の動画でも、はい、だそこで必要か必要じゃないかっていうのはすごく大きな問題で、はい、だ例えばもうエース級だとか、うんうんうん、まあ、主力級だとしても、はい、このチームにとっていやピッチャー1枚の方が貴重なんだって言ったら、はい、大型にならないって。それは名前はあるけど、はい、うん、言ってましたよね。確かに、うん、言ってたでしょ。しかも原監督も今年はそういうトレードとかやるかもみたいに言ってたら、もういきなりだったですから。まあ巨人の、池田俊、うん、選手と、あと楽天のゼラス・ウィーラー選手。はいはい、はい、ウィーラーね。はい、もうガラッと変えたいね。まあジャイアンツ側からするとさ、はい、まあ池田俊って左ピッチャーで、はい、これ先発もできると思うんだけど、はい、まあヤマハの時に一緒にやってて、うん、教えたりとかもしてたんだよね。あ、豊子さん。だからピッチャー直接教えてないけど、はい、まあ関係性があって、はい、まあ、それで池田っていうのはこうすごく注目はしてたんだけど、はい、まあ、ジャイアンツ入ってなかなかこうチャンスがなくてね、うん、でもそのジャイアンツの中継ぎも結構充実してるじゃない、はい、中川がいたりだとか高木がいたりだとかさ、うん、まあ、そういうところで左の出る幕がないと、はい、で出る幕がある楽天がやっぱり左がちょっと手薄な分だけね、はい、が欲しいということだったんでしょ、うん、その代わりウイラーを出すと、はい、でウイラーっていうのはもうなんていうの、まあ向こうもロメロがいたりとかさ、外国人そうなんですよ ね、右の誰だっけ、あの強烈なやつ、ブラッシュ、ブラッシュがいたりだとかさ、はい、いるから出る幕がないんだよね結局ね、はい、うん、でウイラーっていうのはキャプテンシーもあり、はい、まあ、ムードメーカーでもあるしさ、それと、まあ、日本での実績もある、はい、で巨人の野手を見ると外国人のね、ちょっと手薄なんだよねやっぱりね。そうですね、うん、でパーラーがこれがどうなのかっていう、まだちょっと半信半疑なところがあるんだよ、はい、でパーラーの特徴っていうのは高めに強いけど低めの落ちるボールにはからっきしだめというさ、はい、ちょっと欠点も見え出してきてるんだよね、うん、だから各球団そういう攻め方をしてるとさ、はい、なかなかこう確実に打てるかっていうとちょっと不安視されてる部分もある、はい、でウィーラーは日本で実績がある、はい、さあ今岡本がサードやってるんだけどさ、はい、まあサードに入れて岡本外野できるからさ、あ、もしかしてまたこう、まあ、コンバートがあるかもわからないし、はい、で中島の年齢を考えるとさ、はい、ちょっと疲れが来た時に、まあ、例えばウイラーをファーストに入れるのか、はい、岡本をファーストに入れて、うん、ウイラーをサードを起用するのか、はい、だからそんなところをいろいろ考えてのトレードだと思うよね。あ、だから思惑は合ってるんだよ両チームと。そうですよね、うん、しかもあとなんか結構記事では右の代打要員としても使えるっていうふうに、あ、もちろんもちろんね、うん、言ってるので、うん、すごいですね代打要員やっぱり巨人っていや、やっぱりさすがですね。いやいや、でもそれもさ、はい、戦略の一つだからさ、はい、だからお金があるないじゃなくて、うん、やっぱそういうことを素早く動けるっていうことがやっぱこう先を見据えた時にどう対処しとかなきゃいけないかっていうのがさ、うん、やっぱ明確に見えるよね。そうですね、うん、やっぱこれは代打が手薄になってくるなとか、はい、パーラーがもしダメな時に、はい、こういう手を打っとかなきゃいけないという、まあ、だから言えば危機管理がよくできてると思う。しかもすごい早い段階でもうパッとトレードしてきたので、うん、だって原監督が一番最初に大型トレードもあるよって宣言してたからさでもその時からあったんですかね、やっぱりちょっと頭の中で。いや、やっぱもうあれを出す時点でもう動きはしてるよ。そっか、だから今でも動きはしてるよ、いろんな動きは。いわゆるその巨人だったらその残りの11球団の中でどっかこの巨人のチームで使えそうな選手いないかなっていうのを今探して調査してる、うん、探してるし、出す選手も、はい、じゃあこういう使い方をしといてくれとか、はい、やっぱ指示は出てる。そうか、いやそりゃそうだよ。だから俺らもやってた時に、はい、トレードしましょうっつって、はい、そしたらやっぱこう何ヶ月かかかるトレードもあれば、はい、即決で決まるトレードもあるからね。
即決って大体どのぐらいの期間で決まっちゃうんですか？いやいや、もう監督同士が話をしたりとか、はい、その上の GM クラスがパッと話をして、はい、じゃあそれやりましょうって早くって、はい、言ってポーンとやるケースもあれば、何ヶ月もかかるケースも、何ヶ月かかるっていうのは折り合いが合わないんで、この選手は出すけど、はい、いやもらう選手はこれじゃダメでこっちにしてくれないかとか、はい、でこっちはダメだけどこっちだったらどうだとか、うんうん、あとはなんか疑わしき選手、はい、疑わしき選手っていうのは故障があるんじゃないかとかさ、そういうのはやっぱ調査を入れたりだとかさ、いろいろする。破談もありますもんね。破談の時もある。選手っていつ気づくんですか？自分もしかして取れる？いや全く気づかない。全くですか？それはもうオフレコだよ。だからモチベーション下がっちゃうよ、まあ、そうですよね。そうなったらえ、じゃあ聞かされるのはちょっと来て君みたいな、まあ来週からあちらのチームにみたいな感じですか？いや来週からとか言うんだけど、ちょっと来てって、はい、で呼ばれて、はい、いやもうトレードが成立に決まったからって言って、まあ明日から明日入団会見、明日もう登録するみたいだからとか、そんな感じだよ。寝耳に水、もう晴天の霹靂っていうやつです。そうですよね。みたいな、そんなじんわりじんわり来ないよ。もういきなりですね。ただその情報が漏れた時にはやめる。あ、やめるんですか？やっぱモチベーションが下がっちゃう。あ、そう。もうじゃあ本当極秘でトップだけで動くんですね、そういうのって。いや、そう。だから聞いて、だって俺らがこの選手を出したいんだよ、お前どう思うかとか、はい、で取るのは誰なんですかって、うん、こういう話し合いの時は時間がちょっとかかるよね、はい、でも聞かされる時って、うん、もうこれとこれは交換トレードに決まったからって、はい、みたいな、そう、相談してくださいよっていうトレードもあるし、そのコーチの時もあった、もちろんもちろんあった、ね、うん、だからまあウィラーとか池田とか、はい、この選手たちはもうびっくりしたんだよね。でも、うん、働く場所がやっぱりお互いなかったから、そうですよね。でもトレードすることによって一軍登録になる可能性がある、はい、そうですよね。だからそれはもう最大のチャンスだよね。うん、逆にチャンスと思って、あの出番が増えるっていう、そう、もちろんもちろん、いいですね。だからそういう意味ではすごくいいトレードだと思う。これは一発目にしちゃう。ということはこの動きを見て他球団もちょっと活発化してくる今年可能性ってありそうですか？だからなかなかさ、うん、始まったばっかりで、うん、なかなか動きづらいんだよね、うん、その動きづらい、始まったばっかりだとまだ、だから保険をみんなかけてるわけよ、うん、この選手がダメな時はこの選手、だからこの選手は今年絶対大丈夫だと、うん、ね、そしたらこの選手は浮くわけじゃない、はい、用意、こう危機管理に用意してた選手、うん、だからこれとここら辺が弱いなって言ったところが合うか合わないか出した時に、うん、だからそれをまだ睨んでるんだよ他の球団、まあ、全球団、うん、豊さんだったら今現状のこの状況を見て12球団でここのチームのここのポジション欲しそうにしてるチームあるなとか、豊さんだった例えば阪神だったりヤクルトだったりとか、阪神はさ、はい、やっぱ打てる選手を取ってこなきゃいかんよ ね、 ね、いや打てる選手っていうのはほとんどレギュラーで出てるからな。そうですよね、うん、だから阪神が苦しんでるのはボーアが打つか打たないかでしょ。ここ大きいですね。あ、それはさ、開幕な何打席何十打席、はい、ヒットがないって、ヒット打った、それがニュースになるぐらいでさ、はい、やっぱチーム状態はあんまり良くないよね。これボアに対する保険はかけてなかったんですかね？いや、かけてると思うよ。かけてると思うけど、まだ判断するのに早すぎるんだよ。まあ今だとってことですよね。これじゃあちょっとあと数ヶ月しても危なかったらなんか、まあ、ボア選手は残しておくとして、そこに代わる誰か外国人だったりとか、まあ取る可能性もあるし、でもボアがもう左ピッチャーにダメだっていうのが、はい、もうみんなに言われてるじゃない。それもうピンチの時にさ、ボアが打席に立ってチャンスの時にね、左ピッチャー用意されてるよね。もう完全に当てられてる。当てられてるよ。いや、うん、そんな4番じゃさ、やっぱ行く先やっぱ困るよ、はい、だからここら辺はやっぱこう危機管理という意味では、うん、なんかこう早めに手を打った方がいいかもわかんないね。そうですか、ね、うん、あとは例えばどっか他の球団とかでもありますか？ここちょっと弱いから、ここもしかして取るか。まあ始まったばっかりだからな、うん、ただそのオリックスがやっぱりこう山岡が故障したよね、はい、秋原、はい、そうしたら先発ピッチャーが足りなくなるよね、はい、ここら辺をどうやって補充していくのかとか。あ、オリックスもいい選手、単体にはいい選手がいるんだよ、成績は出てないけど、はい、だからそういう選手を思い切って出して、はい、誰か先発要員として投げれるやつを取ってくるかさ、はい、
まあ、そうやって補っていくしかないよね。そうですよ。だから始まったばっかりでも、もう山岡、うん、開幕投手が故障したからもうそのシーズン諦めるっていうことはできないでしょ、まだ。はい、もちろん。だからやっぱ早めに動いた方がいいと思うよね。もう早めに早めに動かなきゃいけないチームもあるってことですよね。もちろんもちろん、うん、だからまあ各球団はそれはもう考えてると思うよ、考えてると思うけど、スピード勝負だな。そうですね。いや今年はもうもたもたしてたら、はい、もうすぐ置いていかれる。そうですよね、うん、で9月30日までですし、うん、もう9月30日って言ってもそこから残りの試合ももうねわずかになってますし、まあもちろんそうだよね。もうとにかく急いで、そしてそのトレードがピタッとはまってまたそのチームがね勢いに乗れるかっていうところもありますし、ね、まあそうだよね。だからまあ注目はやっぱウィーラーと池田、はい、まあ、池田が一軍登録されるのか、はい、まあ、ウィーラーは一軍登録はされると思うけど、はい、どういうふうな活躍をして見せてくれるのか、はい、まあ、非常に今から楽しみだよね。そうですね、やっぱ活発化する、活性化する、やっぱプロ野球にとってはすごく大事なことだと思うよね。はい、はい。